ナミさん、届きましたよ。これ、新潟の名物、へぎそば。いやー、この前ね、新潟に行ってご一緒させていただいた時に、もうこれがね、食べたくて食べたくてお店もご案内いただきました。で、そのへぎそばをね、こうやって届けていただけるとは、本当に感謝感激でございます。まあ、へぎそばっていうのはね、本当こう、器の底の底までこう、へぐ、はいで食べるぐらい美味しいというふうなね、逸話もありますけども、新潟ってのはいいですね。海のものも美味しいし、それから畜産も豊かだし、なんといってもね、お米とお水がとってもね、いいですね。うん。で、新潟に行った時ね、非常に何を食べても、これはね、すごく食べ物美味しいなって感動したものですけども、その新潟の名物へぎそばをこうやってね、私のバースデーに送っていただけると、本当にお忙しい中とかね、いろいろとお取り込みの中、ご配慮いただきまして、本当にありがとうございます。ナミさんとの付き合いも、本当私が40歳の時からですから、速稼塾がスタートした時、いやそのちょっと前からかなというところでございます。いろんなことをね、これからも一緒に考えて、で、まあ私たち自身が豊かになるのもそうですし、まあ多くの方はね、もっとこう豊かな道へ導いていければなと僭越ながら思うわけですよね。で、少しでも自由に、少しでも希望が持てるような、そんな日々を同じ世代を中心にですね、提供していければなと思います。ね、ナミさんと私はね、気がついたら同世代ということでございまして、まあいろんな意味で前の世代に対しても、恩返しをしなければならないですし、次の世代に対してもいろいろとね、整えておかなければならない義務があるのかなと思います。そう思うとね、こう身が引き締まるような思いですけども、とりあえず今日はそばをいただきながら、お腹をね、引き締めたいと思います。ありがとうございました。それでは、いってらっしゃい。ひぎそば、はい、こんな感じです。いっぱい送っていきました。めんつゆが入っていて5個ですね。かなり長い間楽しめそうでございます。ありがとうございます。